U-23 サッカー日本代表は日本サッカー協会によって編成される日本の男子サッカーの23歳以下のナショナルチーム。五輪開催年に23歳の誕生日を迎える選手までが対象となるサッカー日本代表チームでもある。五輪代表とも呼ばれる。1992年以降オリンピックに出場するのは23歳以下の選手を対象とする。 チームとされた。そのため基本的にオリンピック前年には U-22 サッカー日本代表、そのさらに前年には U-21 サッカー日本代表と故障が変わる。例外として2020年東京オリンピックが1年延期となったため、2021年は U-24 サッカー日本代表の故障となっている。 1988年大会までは、サッカー日本代表オリンピックの成績を参照。ノックアウトステージでの PK 戦を含む。1994年大会までは、サッカー日本代表アジア競技大会の成績を参照。アトランタ大会のメンバー。監督は西野明。シドニー大会のメンバー。監督はフィリップ・トルシエ。なお、 トルシエは2年後の日韓ワールドカップの日本代表の監督を務めたアテネ大会のメンバー監督は山本雅久に北京大会のメンバー監督は反町浩二、ロンドン大会のメンバー監督は関塚隆リオデジャネイロ大会のメンバー監督は手倉森誠東京大会のメンバー監督は森安はじめ年齢は 大会開幕時、所属クラブはメンバー発表時、新型コロナウイルス感染症により登録メンバーが22名に拡大。また、五輪一年延期により24歳以下が出場資格を得る。ありがとうございます。